ジェイコムからお届け札幌人図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌人図鑑 .tv 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは南平岸まちづくりセンター所長の山田幸典さんです。こんにちは、山田幸典です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どちらにあるんですか、ここは。はい、住所でいうと豊平区の平岸2条14丁目です。はい、あの平岸街道っていうあの、まあ、国道の通りと、あと白石も岩通り の、うんうん、あのっていうあの大きな通りの交差点の近くにあります。はい、ちょうどアンパン道路が弾むかいぐらいにね。はい、あ、よくご存知で、はい、その通りでございます。はい、大変にぎやかなエリアですよね。所長はこちら何年ぐらいになるんですか。はい、去年の4月から、ね、おります。はい、はい、それではですね、山田所長にエリアのご紹介、そして山田さんご自身のご紹介もね、今日も3つのキーワードでしていきたいと思います。今日はこちらになります。じゃーん、じゃーん。まちづくりセンターとは、琴似中学校親父の会、地元で友達ができた。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まちづくりセンターとはっていうところから教えてください。はい、まちづくりセンターというのは、あの札幌市が地域のために設置している、まあ、役所なんですけれども、うんうん、住民票とか戸籍とか取れるんですけれども、まあ、その他にですね、まちづくりセンターはその地域のまちづくりのために、まあ、地域 の、 その人同士をつなげたりとか、うんうん、そういうような役割をやっているところで、まあ、私は南平岸まちづくりセンターなんですけれども、はい、南平岸 の、 その町内会連合会の方や、その地区の単位町内会の方に大変お世話になってます。ではですね、南平岸でいろんな取り組みされていると思うんですけれども、今日はその中からこうちょっと何か一つピックアップして教えていただきたいと思います。どんな活動されていらっしゃいますか。そうですね、まあ、いろいろあるんですけれども、うんうん、まあ、私がですね、すごいなって思ってたのは、はい、避難所チャレンジっていう、まあ、行事といいますか、研修なんですけれども、はい、これがですね、まあ、すごい大掛かりなんですけれども、まあ、うん、真面目であり楽しいっていう、すごい行事なんですね。真面目であり楽しい。はい。はい、そうなんですよ。まあ、南平岸地区にその、まあ、5つ小中学校あるんですけれども、まあ、その、まあ、小中学校はそれぞれ避難所になるんですが、実際災害が起きた時に避難所になるんですけれども、はい、まあ、そのうち4つの小中学校で、まあ、実際にその避難所にその来ることになるその町内会の方たちがですね、まあ、その小中学校を使って、その避難所の体験をするという、うん、避難所を開設して運営する体験をするっていう研修なんです。はい、それをその南平岸市の町内会連合会がやっていて、はい、それがそのとても楽しくて勉強になる取り組みなんです。うん、具体的にどんなことをされたんでしょうか。実際にですね、その小中学校のその体育館にその集まっていただいて、はい、実際にその避難所を運営するときに、その普段からどういう係、例えば受付係ですとか、その、まあ、非常食の係とか、まあ、普段から決めてあるんですけれども、うんうん、その決まった役割で、その避難所に集まってですね、その、まあ、その、研修の時は、その受付の方は受付を、来場者を、本当、本番さながらに受付をしてですね、はい、やったりとか、その非常食を、その本番さながらにですね、非常食の係の方が配ったりとか、うん、そういうような、うんうん、ことをしたりとか、まあ、面白いのはですね、その、はい、まあ、レクレーションの要素もあって、その、例えばその、まあ、簡易担架作りっていうのがあるんですけれども、はい、その、まあ、丈夫な棒を2本渡して、で、うん、そこにその毛布でくるんでですね、うんうん、で、毛布の摩擦でその、まあ、滑り落ちない担架ができるんですよ。で、簡易担架その担、はいはい、そうですね。
そのタンカーをも用いてですね、その競争、リレー競争をしたりですね、まあ、そこでその、まあ、みんなで競争して、まあ、そういう子どもたちも参加してるんで。危なくないですか、まあ、落ちなかったら大丈夫ですか、まあ、そうそうです、まあ、落ちたら危ないんで、その体験の時はその人乗せたりするんですけど、その競争の時は、はい、その人形で、あの、その大きい人形を使ってですね、はい、で重りを詰めて、そのちゃんと重りも人ぐらいの重さのイメージで、まあ本当はそこまで重くないんですけど、そういうその臨場感も大事にして、はい、あのやっててですね、それそういうこともやって、そのまあ真面目な勉強も大事なんですけど、それと同時にその楽しんでやることもできることをやっている、とてもその面白く楽しい勉強になるあの取り組みです。そうです、まあ、ワイワイしてみんなでこう楽しくイベントを体験っていうのもそうですけど、日頃決めていた係も一度こうやっぱり練習してみないとイメージできないですもんね。そうですね、何係って決めてもね、はい、うん、そういうイメージがとてもできているあの地区だと思います。いざとなったらもしかしたら何係、ご飯係の人が何人足りないとか、受付係の人がなんかね道路寸断して来れなかったとかあるかもしれませんから、一通り自分の係もそうだけど他の係も一通りこうちょっとあこういうの必要なんだなっていう疑似体験にもなるかもしれませんね。あ、そうですね、本当その通りですね、うん、で、うん、そういう体験もできますし、うん、そのまあ、今おっしゃったようにですね、その、まあ、そうやって集まってきてるんで、そのお互いの顔を見れてですね、うん、その、まあ、その知り合いになっていくっていうところが、はい、あのとてもいいんですよね。で、あと、うん、それもあるんですけれども、その事前の準備の段階で、うん、その、まあ、いきなり集まってきてやるんじゃなくて、そのちゃんとその自分たちで話し合って、うん、決めていくんで、そこもすごく大事なことだと思ってます。私そこがいいなって思って、そこそういう人のつながりが、はい、そうですね、私参加された方がうちの町内会はああいう人たちがやってんだって見れるとか、 あそこんちには子供何人いるとか、こっちのお父さん力あるなとか、そういうのが分かっていいのかなと思ったんですけど、あの役員さん同士もそういうので顔見知りになれるっていうところが一番大きいですね。確かにね、そうですね、うん、はい、そう、あ、本当そういうところがいいと思います。はい、ということで南平岸まちづくりセンターでの取り組みとして避難所チャレンジのお話を教えていただきました。もういろんなことあって、でもあれでしょう、今年で言ったらやっぱり行事ずいぶんね、所長去年からされてらっしゃるんだったら今年はずいぶん行事なくなって、そうですね、本当にあのそこがあの、うん、辛いと言いますか、ね、ちょっと残念ですけどね、はい、そうですね、はい、来年またいつも通りね行事ができるといいなっていうふうに思いますが、そうですね、本当に、はい、うん、できたらいいなと思ってます。はい、それではですね、所長の人となりも2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、ことに中学校親父の会、はい、ということで、ことにということはこれあれですか、あの所長のお住まいのエリアの話になるのかな、はい、教えてください。そうですね、はい、うん、あの私あの琴似中学校のその親父の会のっていうのに入ってまして、はい、その親父の会って私は入る前はすごい固くて真面目なそのお父さんばっかり、うん、いるんだろうなっていうふうに思ってたんですよね、はい、なんですけれども、その、まあ、ちょっと面白そうだなと思って入ってみたんです、うんうん、でその入ったらですね、その固いとか、まあ真面目は真面目なんですけど、その堅苦しいことは全然なくてですね、はい、そのとてもその温かくて面白い親父がたくさんいてですね、はい、まあ、私にとってはそのすっごい居心地のいい場所になってます。うーん、親父の会って何やってんだろう、はい、どんなことされてんですか。いや本当いろんなことをやるんですけれども、はい、そのまあ、例えばですね、そのあの小中学、あ、中学校にその部活があるんですけれども、うんうん、その部活動 の、 その例えば野球部とかテニス部とか、うんうん、そういうその部活をやってる子どもたちと親父がですね、その真剣勝負、うん、対抗する、はい、
交流戦って言ってるんですけれども、その、まあ、現役の中学生の野球チーム対、はい、その、親父の会が集まって出てきた、はい、そのチームを作って、そういう真剣勝負したりとか。はい、ボコボコにされるでしょ、まあ、いや、それがですね、そうでもないの？あの、親父はですね、コネクションがあるんで、はい、その、OB の野球部の、あの、子供たち、あの、高校生とかも連れてきちゃってですね、あの、いい勝負するんですよね。ちょっとずるいんですけど。大人げないぞみたいな。そう、いや、ほんとそうなの。大人げないんですけど。まあ、やる以上はね、まあ、もう勝ちたい気持ちもあんまり、いや、いいと思います。そうすると、ちょっといい勝負。まあ、かなりいい勝負になります。はい。うんうんうん。なんか面白い、こう、授業の取り組みがあったそうで。あ、そうなんです。あの、親父の一日講師っていう、はい、あの、ものなんですけれども、あの、中学校の、その、日曜参観の日に、うん、まあ、あの、琴似中学校で地域公開日って言ってるんですけれども、はい。その、あの、まあ、親御さんだけじゃなくて、その、地域の人みんな見に来ていいよっていう日なんですけど、うん、その日に、その、親父たちがですね、あの、一人一クラスとか、まあ、一クラスを持って、はい、その、自分でテーマを決めてですね、子供たちに授業をします。うんうんうん。で、まあ、それぞれそのテーマはですね、親父が決めていいので、まあ、それぞれその、例えばその、建築士さんの人は、その建築士の仕事はどういうものかとかですね、はい、まあ、歯医者さんだったら、その、歯の仕組みとか、歯のいろんな面白い話をしてくれたりとか、そういうことをするんですよね。はい、で、まあ、本当にテーマは自由なんですけれども、まあ、私がその自分で見て面白かったのはですね、うんうん、あの、まあ、他の、自分がやってない時間は、あの、他の親父の分見れるので、はい、あの、見れるんですけど、その、面白かったのは私の友達がですね、その受験勉強はその何のためにやるのかみたいな、その、大冗談に構えたテーマだったんですけれども、はい、まあ、その時の、その彼が話したのは、その、まあ、自分で目標を立てて、で、その目標をクリアするために、その自分でその計画を立てて、っていうことをその受験勉強の時に自分はやったと。で、それがとても今のその生きて仕事している自分にとって役に立っているっていうような話をしたんですよね。で、私、すごい面白くて、で、その、まあ、その講師だった彼が言ってたんですけれども、その見てたそのお母さんが感動して、その握手を求めてきたようなことを言ってまして、まあ、それぐらいなんか熱く語ってて面白かったんですよね。へえ、そういうのってあれかな、あの、お父さん自分のこのクラスでやっぱりやりたがる逆かな、どうですか？ですね、あの、自分のこのクラスでやりたいっていう人が、うんうん、まあ、多いんですけども、うんうん、まあ、その結局ですね、子供が嫌がるんですよね。その、まあ、そのまんま やれる子人もいれば、うんうんうん、ちょっとお父さんいいよって、やめてよっていう人も、目に浮かびますね。はい、そうですか。でもあれですね、私、あの、本当にちょっと、あの、誤解がありました。親父の会っていうのは、ただ集まって、あの、飲んでる会だと思ってたので。はい、いや、もう、それも大事なんです。ノミニケーションもね、大事でしょうけど、はい。そうなんですけど。うん、それだけじゃないですね。そう、そういうことをやっているんですね。うん、親父の一日講師の日、はい、なんか他の中学校でも真似してほしいなというふうに、はい、いろんなお父さんの話聞きたいなというふうに思いました。ああ、はい、ありがとうございます。はい。では、そこからまた、続きがありまして、三つ目のキーワードで伺ってまいります。三つ目こちらになります。じゃーん。じゃーん。地元で友達ができた。はい、ということで、これなんかちょっとつながりがあるらしいんですけど。はい、その、まあ、親父の会に入るまでは、私、うん、そのつながりっていうのは、その、職場の、その、で、まあ、昔一緒の職場だったとか、そういった、はい、その職場のつながりの人がほとんどだったんですけれども、うんうん、その、親父の会に入ったってですね、その、いろんな業種の人とか、っていうのが、その地域で友達になったんですよね。はい。で、まあ、その、で、それがその親父の会だけで
には収まらないで、うんうん、そのまあ具体的にはですね、その、まあ、親父の会の中にその子供がその少年野球やってる人たちのグループがあって、うん、でそのまあグループの人たちがその、まあ、新しく野球チームを始めようっていうようなことをしてたんですよね。はい、それでそのまあ私それを聞きつけて、そ何勝手に俺に黙ってそんな面白いことやってんのみたいな感じでですね。山田さんも野球やってたの？野球経験全くなくて、その本当に何にもなくて、もう下手くそで下手くそなんですけど、その面白そうだったんで、そのあの下手だけど入れてっていうふうに入れてもらったんですよね。はい、そのでそれでその野球を、まあ、やったことがないんですけど、その、うんうん、やってみたらそのフライも取れないんですよ。そのプロ野球選手とかって簡単にフライ取ってんですけど、はい、私はそのフライが落ちてるところに行けないんですよね。そのずっと前に落ちちゃったりとか、ね、頭こいでったりとか、うんうんうん、そういう感じだったんですけど、はい、まあ、それを練習してるうちにですね、そのフライ取れるようになったっていうぐらい、その下手経験なかったんですけども、まあ、それでもその入れてもらってやっ、はい、たのはやっぱ親父の会でその地元 の, その友達ができたから、その、あの、まあ野球につながったんですよね。でその野球チームに入ったら、またその別な人とそのつながって、そのまあ友達がさらに広がっていってっていう感じで、まあそれがですねとてもいいんですよね。あの、まあ人によってはその対戦チームの人と仲良くなったりとか、そういう人もいて、私はそこに至ってないんですけども、まあそういうふうにですね、そのまあ地元に友達がその広がっていって、40過ぎてからですね、新しい友達がその地域にできるなんてその全然思ってなかったので、うんうんうん、あ、そのなんていうんですかね、すごくいいんですよね。うん、でもあれですね、あの、はい、山田さんがそこのこう何面白そうなことやってんだよ、俺も入れるよってやったことないことをね、その得意でもない野球入るぐらいメンツが良かったってことですね。そうですね。ね、本当にそう、本当にそう、そうです、はい、うん。よく言われることですけれども、そういうこう仲間作りって、なんかな、何かつながりでこうちょっとお友達になるって女性の方が得意だって言うじゃないですか。はい、裏を返せば男性の方が苦手というね、ところがありますから、ここはちょっとこう勇気を出して、なんかあの親父の会とか、うん、と野球部とか、あと町内会とか。ね、そういうところに参加して仕事以外の仲間作りをするって結構大切なところかもしれませんね。あ、そうですね、うん、あの今ちょっとそれで思い出したんですけど、はい、その親父の会ってその子供は同じ年齢からスタートしてるんですけど、うん、はい、親の年齢ってそのばらつきがあるんですよね。なるほど、はい、琴音中学校の親父の会ってその、うん、自分の子供が卒業した後もずっと会員なんですよ。OB 会員って言ってるんですけれども、で、それでその、もうその、20周年とかそういう感じの、まあ、あの団体なんですけれども、その最初に立ち上げた人がまだいるんですよ。へー、一生ものですね。いや、ほんと、で、そういう方と、その、喋るっていうことは、なかなかその、普通にっていうか、うんうんうん、生活しててあるのって町内会ぐらいだと思うんですけれども、うん、その仕事をしてたらその普段会わない人とその会って、そのいろんな年齢の人と喋って、うん、経験してなんか、まあ、もともとずうずうしい方なんですけど、なんか そこになんかそのなんか正当性が得られたというか、はい、これでいいんだっていう、うん、あの自信になったっていうか、あのそういうところはあると思います。いや、羨ましいです。いい話だなと思います。で、入り口は子供きっかけでも、はい、あの永久会員みたいにね、本当に一生の友達がそうやってできるんだなっていうのは羨ましいですね。はい、大切になさってくださいね、そのネットワークも。はい、ありがとうございます。いろいろ伺って、親父の会も町内会も地域コミュニティですね、地域のつながり、町友って大切ですね。ということで、今日のゲストは南平岸まちづくりセンター所長の山田幸典さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。